今日も20時になりました。さぬきうどんのお時間です。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今まで紹介したうどん屋さんは合計270店舗、今日行くお店はリピートしていくお店となっております。ということで今日は香川県丸亀市にある手打ちセルフうどんカイジさんの方へ向かっていっております。それではこのカイジさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.66 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は9時から15時までで玉切れ次第終了です。定休日は毎週月曜日、祝日の場合は営業されてて、その代わり翌日の火曜日がお休みになります。交通手段として車の場合、駐車場が約25台分あります。最寄り駅は栗熊駅、 4.8 キロと少し遠めです。周辺のうどん屋さんとしては満腹さんであったり山の谷うどんさんがあるだいたいあの辺り。おすすめはまかないうどんです。卵かけ鶏もも黒胡椒うどんで毎回頼んでしまいます。夏限定でキュウリのわさび漬けもさっぱり美味しくて、なぜメニューが多くて迷ってしまうお店です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはセルフ形式のお店になってます。僕の知ってる限りカイジさん以上にメニューの多いお店はないんじゃないでしょうか。今回はいつもと違うのを食べてみたくて、よく出ているという肉釜揚げのショーを注文します。釜揚げと、牛サラ、はい、お願いします。次牛サラな、あ、はい、お出しすぐにしますね。はい、それではお待たせしました。はい、ありがとうございます。天ぷらも取っちゃいます。あまりよそでは見ない玉ねぎとベーコンのかき揚げを取りました。それではお会計です。はい、お願いします。660円になります。はい、薬味を入れて席に着きましょう。熱帯魚の席が特徴的で好きなんですよね。店内はこんな感じになってます。半個室になってるアロワナの席に木が特徴的な店内、
奥には座敷席もあるので家族でも一人でも来やすいお店です。それではいただきます。太くてもっとチリした麺がめちゃくちゃ美味しいです。釜揚げで表面がふわっとしてるんですけど噛めばもっちりなんですよね。噛み始めが柔らかいのに中は弾力のあるコシで普通の太麺でとどまらない新食感のうどんだと思います。釜揚げだしはいりこ香る飲みやすいだしで麺からは小麦の味もする麺との相性もいいだしだと思います。それでは小皿に山盛りに盛られた牛肉もいただきます。お肉は甘すぎない肉自身の美味しさを感じる味付けでした。油が美味しくてうどんの合間に挟みたくなります。1枚あたりの大きさと量がやっぱり多いですね。玉ねぎとベーコンのかき揚げもいただいていきます。カリッカリに揚がったベーコンのしょっぱさとサクサクな玉ねぎがボリュームもあって美味しいです。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。そして友達同僚の方にうどん好き香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら書き込んでってください。それでは最後の一口いただきます。本当に麺が美味しいので何を食べても美味しかったです。時間が経っても麺の特徴が結構残るのでお持ち帰りもいいと思います。いろんなメニューを試してみたくなるお店で、特に太麺好きな方にはぜひ行ってみてもらいたいです。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。